broken state of mind, eyes blind, and it is getting dangerous. I don't wanna fight the feeling inside, cause your words are so confusing. はい、みなさんこんにちは、ゆりです。本日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、届きましたよ、カイリーの新作コスメのセットを買いました。やっと届いて、やっと更新できる。ほんまにこれね、買うの久しぶりです。ちょっと早速紹介していきたいと思います。5種類買って、いろんなカラーがあります。で、今回のカイリーのコスメはどちらかというと色味がですね、紫が多いです。だから今年ブドウメイクもありかなとかって思うぐらい。まずアイシャドウからいきましょう。こちらのアイシャドウ、あーはー、中身がね、いい色なんですよ。本当にこれからの冬使えるような色味です。もう一つ一つのカラーが素敵すぎる。早くこれでメイクがしたい。全体的にやっぱりカイリーのパレット自体はグラデーションを作りやすい色味が全部入っているので、このメインのカラーをどんな色のせても全てグラデーションしやすくなってるので、本当に使い勝手がいいです。で、特にここの紫がちょっと腕につけたら分かりにくかったんですけど、このツヤツヤ感、このメタリック感分かります？これがめっちゃ良くて、すんごいね、ゴージャスになると思うんですよ。本当にこう暗く見えない紫のカラーっていうのが今回カイリーではすごく強調されてるなっていう感じに私は思いました。本当にこうダークな紫というよりも鮮やかな紫、ちょっと色味自体は落ち着いてるけど、こう明るさが残ってるような感じがします。だから上品なんだけど、どこか弾けてるっていう感じがするので、すごく私は好きです。落ち着いたメイクもできると思うし、あとはもう本当にこうパーティーとかでド派手なメイクもできると思うので、本当に使いやすい。しかも結構いろんなカラーが入ってるんですよ。限られてこう紫だけとかじゃなくて、ブラウンも入ってればピンクも入ってるし、こういう薄いね、薄紫のピンクも入ってるので本当に使いやすい。これ一つ一つのカラーもこの見てもらったらと思うんですけど、すごく綺麗なカラーです。全体的にパウダー自体もグラデーションをしやすい素材になってるなと思うので、私はすごくやっぱいいと思いました。これからね、このコスメ使ってメイクするのが本当に楽しみです。あと紫自体ってこうあんま塗りすぎるとあざっぽく見えたりするので、その塗り方についても今度説明していきながらメイクやっていきたいと思います。じゃあ次、今回購入したリップ全てを紹介していきたいと思います。まず私が今使っているこのリップなんですけど、そしてこちらのカラーを使っています。今使ってるやつですね、すっごく色味が綺麗で、本当にこう同じことばっかり言うねんけど、血色がいい、よく見える。こう秋メイクにもすごくぴったりですし、あとこう強調されすぎないところがすごくいいと思って、結構これ1回つけてからもうドハマりして使っていますね。本当にこうオレンジとピンクベージュを混ぜたような感じ、ちょっと若干オレンジが入ってるところがすごく好きです。でやっぱりこうリップライナーでしっかり描くことによって唇もはっきりとするのですごくいいと思います。特にこういうカラーの色味って一番こうリアルな立体感を出してくれるので、本当にこの色味って好きです。コンシーラーみたいな色いきますかコンシーラーみたいなって言ったらあかんけど、こちらのカラーをちょっと使っていきたいと思います。多分私似合わへんかもしれへんけど、本当にこうグラデーションとかに使えたりとかもできるので、めっちゃ描きやすい。色消えちゃった。やっぱりこうなんねんな。だから私ほんとこういう色似合わないんですよね。はっきりした色じゃないとやっぱ似合わないのかなとも思いました。あとやっぱベタつきもなくてすごく使いやすい。なんかね、たまに帰りベタつく時あるんですけど、今これ大丈夫ですね。全然ベタベタしないです。まあそうですね、こういう時は例えばさっきの私が一番初めに使ってたこのリップを周りに縁取ってから中身だけこの色っていうのもいいと思うし、反対に中身だけこうグラデーションしちゃうっていうこともできるので、
使い方によっては全然工夫して使えるなと思います。ただこの一色だけじゃちょっと私的に物足りないので、こんな風にちょっとほんのり色見つけてあげると可愛らしくて、でナチュラルになるのですごくいいと思います。すごく綺麗なグラデーションになりましたね。可愛いかも。こういうのが苦手で、でもこうグラデーションリップを作りたいっていう方はこの使い方はすごく、この2本を使うとすごくいいかもしれないですね。しかもこういうのってキスしてもつかへんし、キューンってしてするチュー、うん、チューしてもつかへんねんで、だから彼氏さんといっぱいチューしていいよこのリップで。はい、次はさっきより明るめのベージュのカラーを使っていきたいと思います。あ、でもさっきよりかは全然色はあります。ほんまにカイリーのペンシルって書きやすい。あ、いい色、こんな感じです。なんか唇と肌と唇のやっぱ境目がちょっと分かりにくいかも。でもさっきよりかは結構ヌーディーって感じで、すごく大人っぽくなる感じがします。いいかもしれないですね。もうちょっとこう若干色味を足せばもっといいかもしれないです。さっきのを見てるから結構よく見えてくる。めっちゃいい色かも。ベージュが好きって方とか、やっぱ秋はこういう色やんなっていう方にはすごく合わせやすいと思います。ブラウンメイクとかとオレンジメイクとかにもすごく合いますね。うん、思ったより色味がすごくはっきりしてて、なんていうのかな、アイメイクが薄くてもこういうリップすごく合うと思います。私みたいに濃い人でも合うし、ちょっとこう薄めの方とかでもこう使っていただけるような色味だと思います。そんなにこうねバキッとした色じゃない。てか今回のカイリーのリップってあんまりはっきりしてないから、アイシャドウもそうなんですけど、こう使いやすい。同じようにグラデーションをするとまたいい感じかも。なんか余計よりこう自然な立体感が出る気がします。さっきより立体感が出て、可愛らしい唇になります。こういう風にやっぱ重ね付けとかするのもいいと思うし、ただもうちょっと色味欲しいなと思ったら、本当にがっつり重ねちゃっても、リップ自体重ねちゃってもいいと思います。次、こちらのちょっと黄色味のある色味なんですけど、これを使っていきたいと思います。あ、結構黄色やな。黄色っていうかこれ何、え、なんか今までになんか塗ったことない色、なんか秋っぽさが出ててすごくいいですね。これ自体本当に、あ、なんかあれみたい、からしみたいな色、マスタードカラーか。これ色味自体顔色はそこまでよく見えへんくて、私自体がベースのそのカラーがイエローベースなんですよ。なのでちょっと多分似合わへんのかもしれないですね。これちょっとグラデーションはきついかもしれへん。イエローベースだからやろうな、あんまり似合ってない気もします。なのでどうやって使うか、コスプレの時とか。最後はこちらの紫を使っていきたいと思います。紫って言ってもめちゃくちゃ紫ではない感じですね。どちらかというと紫っていうよりからはなんかこうさつまいもみたいな、ちょっと牛乳混ぜましたみたいな感じがします。ちょっと分厚く塗りすぎた、やばい、一昔前のヤンキーみたいになっちゃってる。お母さんの時代、うちのお母さんの時代のヤンキーさんみたいになっちゃってる。ちょっとなんかあんまり多分メイクとちょっと服装が合ってないからやと思うんですけど、でもどうやろう、ブドウメイクしたら合うかな。ちょっとオーバーリップに塗りすぎたかもしれないんですけど、もしかするとちょっと今アイメイクに合ってないからちょっと微妙に感じると思うんですけど、色味自体はすごく可愛いです。濃すぎずに、ちょっとそのさっき言ったみたいに紫芋にちょっとミルク足しましたみたいな感じの色合い、こうミルク牛乳で割ったみたいな感じなので、すごく優しい感じの紫です。だからどぎつさはない、ちょっとメイクが濃いからどぎついけど、ブドウメイクとかそういうちょっと紫を統一させたメイクにはすごくぴったりだと思います。次はですね、こちらの4色のハイライトをちょっと見たいと思います。4色のハイライトですよ。でこれがパカッと開けてこう塗るタイプというよりかは、どちらかというとこう粉状のパウダーって感じのものなので、開けるときはちょっと注意した方がいいかもしれないです。使うときとかはちょっとティッシュにちょんちょんと取ったりとか、あとはコットンですね、コットンをちょっと半分に切ってその間に入れておくと落ちることもないし、つけやすいのですごくいいです。紫のハイライトですね。あー、なんかちょっと普通のハイライトというよりかは若干グリッターっぽく見える。
あんまりこうどちらかというと肌にまとまってこうピタッとくっつくっていうか、ちょっと散らばりやすい感じに思います。でピンクと紫、それからシルバー、ゴールドがあります。私的にちょっと微妙に感じたかもしれないです。なんかやっぱりのどんかな、前の時もそうなんですけどハイライト使ったんですけど、やっぱハイライトとかが、まあね、私の意見なので本当にいつもこんなん言ってばっかりなんですけど、どうしてもやっぱりリップとかアイシャドウってすごく私の中ではすごく気に入ってるんですけど、肌質に合いにくいのかな。すごい色味は可愛いんですけど、こう散らばっちゃうっていうかフィットはしにくいのかなってちょっと思いました。なので私的にはやっぱりリップとアイシャドウがすごくおすすめです。はい、ちょっとハイライト簡単に終わってしまったんですけど、ちょっと使ってみてそんな感じに思いました。はい、で今度ですね、このカイリーのアイシャドウとリップを使って紫メイク、ブドウメイクですね、1年ぶりにやっていこうと思うので見てください。ということで今回はカイリーコスメの購入品の開封動画でした。よかったなって思った方はグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた皆さんお会いしましょう。バーイ。顔黒。